国のバーチャファイターファンの皆様、お待たせいたしました。稼働から約1ヶ月が経過したバーチャファイター4エボリューション、ガンガンプレイしてますか？今回は新たに参戦した2人のキャラクターを詳しく紹介するとともに、リニューアルされた従来の13キャラクターの新技や変更点をピックアップ。すでにプレイしている人にも、まだプレイしていないそんなあなたにも、役に立つこと間違いなしの情報をお届けします。では早速いってみよう。まずは新キャラクター2人を紹介。おすすめ技3つと実戦で役立つコンボを見ていこう。新キャラクター1人目はキックボクサーのブラッド・バーンズ。多彩な打撃技やコンビネーション、そして変幻自在の移動技を駆使して戦っていこう。一つ目のおすすめ技はエルボーフックからスクリューハイキック。連続ヒットする中段から上段のコンビネーション、返し技としても優秀な使い勝手のいい技だ。続いてはジャガーテイルを紹介しよう。全回転の下段回し蹴り、カウンターヒットでダウンを奪うことができる。おすすめ技、最後はミドルキックからのキャッチ。通常ヒットだとキャッチへ派生しないのだが、カウンターヒットするとキャッチに移行し追撃が可能になる。ではコンボを紹介しよう。ノーマルヒットからも決めることができ、ダメージも高いのでおすすめだ。2人目の新キャラクターは呪術家の日野上豪。少しだけ遊んでやるか。呪術家ならではのさばき技やつかみからの投げが豊富に揃っている。また打撃も充実。相手の行動に応じて打撃と投げを使い分けていこう。KO! 落ちな。ゴーのおすすめ技、一つ目はあばら砕き。比較的発生の早い中段攻撃、カウンターヒットした場合は追加入力によって投げへと派生する。二つ目は五方ゆりおりに注目。さばき性能がある中段攻撃、さばきに成功した場合は有利な状況になる。最後に組手払いからのつかみをピックアップ。相手の上中段パンチをさばいてつかみにつながる。またさばきに失敗してもつかみは出る。つかんだ後は投げよう。ではゴーのコンボを見ていこう。ノーマルヒットからも決めることができる安定したコンボだ。続いてバーチャファイター4から継承されている13キャラクター、各キャラクター1つずつおすすめの新技や変更点を紹介していこう。威力の強い技が追加された上に、移動を含めた技が追加されていて機動性がアップしている。新技の中でも使いやすい小水をピックアップ。踏み込んで繰り出す中段攻撃、追加入力をすることでバックステップも可能。ガードされた後反撃を誘い、そこを迎撃すると効果的だ。戦いましょうか。投げ技が大きくリニューアル、投げからの攻めのバリエーションが増えている。注目は新投げの遠征方針課題、相手を崩し状態にすることができる投げ技だ。この投げが決まった後は下段投げが確定する。覚えておこう。構えが追加され、さらに手数で押していけるキャラクターに仕上がっている。ピックアップするのは新構えのコケイ。これがその構え、さまざまな技から移行することができる。コケイからはガードを崩して攻めることもできる。投げ打撃ともにモーションが大幅に変化し、よりプロレスラーらしく仕上がっている。特殊な技であるローを紹介しよう。
上中段攻撃を耐えて反撃することができる技。このように自分の体力を削りながら反撃する。ただしダウンさせられる攻撃に対しては無力なので注意。相手の連携技に割り込むように使うと効果的だ。打撃モーションの変化が目立つほか、構えに移行しやすくなっている。ジェフリー注目の技はスピアストレート。スレッドスタンスから出すことができる中段技。ガードされても相手をよろけさせることができる。構えに移行できる技からカウンターヒットを狙おう。そこからのコンボは威力絶大。戦術的に大きな変更点はあまりないが、新たな浮かせ技やトリッキーな動きが追加されている。トリッキーな技、龍角波を紹介しよう。前面からも出せ、ノーマルヒットでも浮かすことができる。カウンターヒットで高く浮いた場合は空中コンボを的確に決めよう。フラミンゴに移行する技が増え、フラミンゴの重要性がより高まっている。ピックアップするのはバルキリーソード。下段から上段への連続攻撃でフラミンゴに移行する技。一発目がカウンターだと連続ヒットするので、フラミンゴからの攻めを継続させよう。全体的に技のモーションがリニューアルされ、よりスピード感のある攻めが可能になった。主力になるであろうハイアングルアッパーキックに注目。ノーマルヒットでも相手を浮かすことができる技。カウンターヒットさせ大ダメージを奪おう。どれ始めようかの。構えからの行動が豊富になっているので、より水拳らしい攻めが可能だ。酒10杯以上で出せる天心月牙超撃を紹介。相手の技を裁く性能がある。また相手が技を出していない場合はこのような技になる。技をガードされた時など相手が手を出してきそうな場面で使おう。打撃面は鋭い突き攻撃が多数追加。また投げ技も強化されている。リオンは目つぶし攻撃の本水をピックアップ。当たると独特なクライモーションになる上段攻撃。カウンターでヒットさせるとコンボにつながり、大ダメージを奪うことが可能。新技の追加や当て身の強化など攻守両面強化されている。新技ではないが強化されているので紹介しよう。肘や膝は取ることができた中段返し技。今作では今まで取ることができなかった両手や両足を使った攻撃なども取ることが可能だ。また他にも背中や肩を使った技も取れるようになっている。あなたの空腹見せてもらおう。従来の4つの構えに新構えが追加され、さらに攻撃の幅が広がっている。新構え木体からの反射打に注目。ノーマルヒットでも相手を浮かせることができる技。姿勢が低くなるので相手の技を避けつつ攻撃できる。
前作のムエタイスタイルが全てオフェンシブスタイルとして一新され、半分は新キャラのようになっている。ピックアップする技はブーメランフック。ノーマルヒットでも相手を崩れダウン状態にできる。アレストホールド2の後に組み込めば体力の約半分を奪える。